あのお方が亡くなられたから。わしが愛したあのお方、そうよ、殺されてしもうたのよ。藤原の秀里、政国、無念を晴らすのじゃ。将門様の無念をお前が晴らすのじゃ。もう朝か。おはようございます、生命様。いい夢が見られましたか？なんでわかるんだ？やっぱりそうだったんですか？眠っている生命様、何かつぶやいていたみたいだったから、そうかなって思って。どんな夢だったんですか？いい夢？いや、忘れられない夢ではあるが、いい夢ではなかったな。忘れられない？それどういうことですか？ま、いろいろとな。ふん。今日もいい天気だな。すぐ春ですからね。そろそろ桜の花も咲き始めますよ。そうか。桜の花見たいな。そうだな。お前も見られるといいんだがな。お使いか。師匠に頼まれると無下にもできないな。確かあの神社には前にユキがお参りに行きたいとか言っていたよな。一緒に連れて行ってやるか。行った。あ、タマも大丈夫？平気。おい、ユキ、入るぞ。あら、生命様。外まで声が聞こえてきたが、何をやっているんだ？見ての通りのお裁縫ですよ。それでちょっと、タマモが怪我しちゃったみたいで。怪我じゃない。針が指に刺さっただけ。でも指ばかり5回も刺しちゃうと、もう立派な怪我のような気がするんだけど。うん、
高いって。お前どういう裁縫の仕方をしているんだ。これ玉も、お前少しはユキに裁縫の具合見てもらったらどうだ。一人でやるのはどうかと思うぞ。いや。いやってお前。雪姫様に手伝ってもらったらお団子食べられない。どういうことだ。実は玉本と競争しているんですよ。お裁縫を先に仕上げた方が遅い方からお団子をおごってもらうって。そうすればやる気も出るじゃないですか。だからほら、上手にできてるでしょ。確かに。もうちょっと待ってくださいね。すぐに仕上げちゃいますから。私も負けません。まあちょっと待て。どうしたんですか。勝負まだついていない。そのさっき師匠から急ぎのお使いを頼まれてさ。山の上の神社なんだが、ユキ、お前確かそこにお参りに行きたがっていたよな。これから俺と一緒に来るか。え、いいんですか。ああ。喜んでお供させていただきます。玉桃も、俺がお使いに行っている間は休憩していればいいさ。なんなら帰りに俺が団子を買ってきてもいいからな。休憩。まあ疲れただろ。わかりました。少し休憩。よし、そうと決まればさっさと行くぞ。はい。じゃあね、玉も、ちょっと行ってくる。はい。行ってらっしゃいませ。よっと。ありがとうございます。いつものこととはいえ気をつけろよ。まあ目が見えないんじゃしょうがないかもしれないけどな。手を引いてやるから今度はつまずくなよ。なんだ。清明様、最近ずいぶんと優しくなりましたね。そうか。
そうですよ。私がまだ拾われてきたばかりの頃は、生命様いつも仏頂面で私のことお前としか呼んでくれませんでしたよね。そうだったな。ずっとこのまま今の生命様だったらいいのにな。せっかくだから神社でそうお願いしてみようかな。ね、優しい生命様。勝手にしろ。あ、今ちょっとだけ仏頂面になった。いちいちうるさいな。だいたいせっかくだからって、お前は今日もともと神社で何をお願いするつもりだったんだ？内緒です。なぜだ？だってそれを言っちゃったら楽しみがなくなっちゃうじゃないですか。だからそのお願い事が叶う時まで内緒です。叶う時までか。叶った後で聞いてもしょうがないような気がするな。ようやく神社に到着か。どなたもいらっしゃらないような気がするんですけど、ひょっとしてまだ時間には早かったんですかね。妙だな。様、どうかしましたか？いや、何でもない。どなたかいらっしゃったみたいですね。足音が聞こえてきますよ。おお、忠之殿の使いか。待たせてすまんな。本当は別の者が来る予定だったんだが、急な病で倒れてしまってな。それで少し遅れてしまった。まあ許してやってくれ。生命様、相手の方がいらしたみたいです。生命様？ん？どうしたんだお前、そんな思い詰めた顔をして。藤原の秀里様ですね。そうだが。ただの使いにしてはお前、殺気がありすぎるぞ。
明様、どうしたんですか？生命、お前があの阿部の生命か。その名は言うな。お前を殺すのにふさわしい名前ではない。何？我が名は正国、平の正国。お前が殺した平の正門の実の息子だ。生命様、父上の仇、藤原の秀里、覚悟。逃がさんぞ、秀里。生命様、一体何をしているんですか？やめてください！生命様、やめてください！一つだけ聞かせてくれ。お前に話すことなどない。本当にお前は正門の息子なのか？当たり前だ。誰が嘘などつくものか。そうか。何の真似だ。お前の父を殺したのは確かにこの俺だ。それで息子に仇を討たれるというのなら、それもまた運命。その刀で俺を刺せばいい。それでお前の仇が討てるのならば。それならば望み通り、貴様を殺す。やめて！話せ、ユキ！嫌です！話しません！私、絶対に話しません！話せと言ってるだろう！俺はどうしてもこの男を殺さなければいけないんだ。父上の仇を取らなければならないんだ。それが俺と母上の望み、父上の無念を晴らすことが。それでも嫌です！絶対に話しません！痛くありません！絶対に見たくありません！生命様が人を殺めるところなんて、私絶対に見たくありません！ユキ、生命様、優しい生命様、いつもの生命様に戻ってください。こんなことはもうやめてください。
つだけ言っておく。お前の父正門は決して無念の死を遂げたわけではない。なんだと。それだけは言っておく。見え透いた嘘をつくな。そんなざれ言を俺が信じるとでも思うのか。事実だ。秀里生命様。お願いです、生命様、いつもの生命様に戻ってください。お願いです。すまなかったな、神社でのこと。それならもういいんです。生命様がいつもの生命様に戻ってくれたらそれで。いつもの俺か。生命様、どうかなさいましたか。ああ、いや、別に何でもないさ。ちょっと考え事をしてただけだ。考え事？するな。本当に大した考え事じゃないんだ。それよりも今日はいろいろ疲れただろう。ゆっくり休め。生命様は？俺もすぐに休むさ。いろいろあって今日は俺も疲れたよ。だからユキも今日は早く休め。わかりました。じゃあ。おやすみ、ユキ。おやすみなさいませ、生命様。生命様。
どうした？突然そんな声を出して。ユキ。いえ、何でもありません。そうか。ごめんなさい、いきなり呼び止めたりして。それじゃ、よく休むんだぞ。俺も随分と変わったものだな。決して戦いに行くわけではない。俺はただあの言葉を確かめに行く。ただそれだけだ。罠か。それでも行くしかないわけだがな。よし、行くか。あれは明かりか？